北合津村は、福島県北合津郡にあった村である。2004年11月1日に、合津若松市へ編入し、旧村域の住所表記は、合津若松市北合津町となった。これは、福島県内において21世紀、平成初の市町村合併となった。当時、軍内唯一の町村だったため同時に、北合津郡が消滅した。の中に存在しており、 町域の東を阿賀川、町域の西を宮川が流れている。磐越自動車道が通るが、町域にインターチェンジはない。また、国道401号、福島県道59号合津若松三島線、福島県道72号合津番下、合津本郷線などが経由している。加えて、東日本旅客鉄道只見線が経由しており、町域の南端に合津本郷駅がある。 阿賀川と宮川に挟まれた平坦な戦場地に位置する。村土の70%が農地であり、森林を持たない。村の周囲をぐるっと回るように、ただ線が走っている。村内には南端部に藍津本郷駅が設置されているが、村の西部へは村外にある藍津高田駅、根岸駅、新津駅が近い。主要地区の元凶を述べる。北藍津町中部の地区。 下新井地区、中新井地区などがあり、福島県道59号藍津若松三島線、福島県道72号藍津番毛藍津本郷線、福島県道152号、橋本藍津高田線などが経由する。市立荒川小学校、市立北藍津中学校があるほか、藍津若松市役所の支所がある。周辺には、今泉地区、白山地区、安良田地区、 ホタルの森地区などがあり、本地区を含め水田や畑地などの農地、農村集落が広がる。北合津町東部の地区、福島県道59号合津若松三島線、三島合津若松線などが経由する。地区の東側、合津若松市、高座市町との間には、阿賀川が流れ、蟹川橋が架かる。また、地区内には、水田や畑地などの農地が広がる。周辺に、 福島県道152号、橋本合津高田線などが経由する2日、町地区のほか、小出、川崎の農村集落などがある。北合津町北部の地区、北端を万越自動車道が通過するほか、合津広域農道などが経由する。また、地区内東部は、佐野のみや新町として整備され、住宅地などになっている。加えて、地区の東側和賀川が流れており、 藍津若松市、高座市町との間に、藍津大橋がかかる。佐奈宮新町の他には水田などの農地が広がり、周辺には田村山地区のほか新渡し、歴、鈴淵などの農村集落がある。北藍津町北部の地区。地区の北部を万越自動車道が通過するほか福島県道72号藍津番屋、藍津本郷線などが経由する。また、 地区の東側を宮川が流れており、地区内には水田、二十歳などの農地が広がる。周辺に出尻地区などがある。北合津町西部の地区。地区を福島県道72号合津番根、合津本郷線が循環するように通っており、水田、二十歳などの農地、農村集落などが広がる。周辺には宮の下地区、石原地区、中里地区のほか。 平田集落などがある。北藍津町中部の地区。地区の南部を福島県道152号橋本藍津高田線が通る。地区内には水田、二十歳の農地のほか農村集落などが広がる。周辺に本田地区、十二所地区、寺堀地区などがある。北藍津町東部の地区。地区内を福島県道152号橋本藍津高田線が通る。 また、地区の西側には宮川が流れており、地区内には、水田、二十歳などの農地のほか農村集落が広がる。周辺に、天馬地区、宮袋、新田地区などがある。北合津町中部に、東側を、福島県道72号合津番へ、合津本郷線が通る東浅尾地区、その西側の西浅尾地区、小麻尾地区、さらに西側の地区で、宮川に面している。 麻生神殿地区などがある。周辺は、水田、二十歳などの農地や農村集落などが広がり、柏原地区、松野地区、両土地区などがある。北合津町東部の地区、地区の東側和川が流れる。周辺は、水田、二十歳、果樹枝などの農地や農村集落などが広がり、古立地区、三本松地区のほか、河原町集落などがある。 三本松地区と合津若松市門田町の間には国道401号の高田橋がかかる。加えて、東地区南方には城前塚地区や中新田集落があり、東日本旅客鉄道只見線の合津本郷駅がある。北合津町南部の地区。地区の北側を国道401号が通るほか、福島県道72号合津番下、合津本郷線なども経由する。周辺には、 水田、二十歳などの農地や農村集落などが広がり、地区内に下地川下南小学校がある。また、周辺に東小松地区、新在家地区などがある。北合津町南部の地区。地区の東側を福島県道72号合津番下、合津本郷線が通るほか、地区の南部を東日本旅客鉄道只見線が通過する。周辺は、水田、 二十歳などの農地や農村集落などが広がり、下野地区、北五安地区、西五安地区、大島地区のほか、大島前集落、大島神殿集落などがある。ありがとうございます。